沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明となった事故で、ヘリの機体や搭乗していた隊員の姿と見られるものが海中で発見されたことが、防衛省関係者への取材で明らかになりました。関係者によりますと、昨夜の捜索活動中、海中でヘリの機体と見られるものが発見され、近くには人のような姿も見られたということです。 浜田防衛大臣は、詳しい捜索状況については明らかにしませんでしたが、防衛省は深い海での水圧に耐えて長時間作業をすることができる飽和潜水士を投入し、捜索にあたる方針です。国民の皆様にも大変な心配をおかけしているところであります。引き続き、行方不明となっている段階会員の捜索に全力を尽くしてまいりたいと考えております。